出張ホラーナイト。へえ。ガッツリじゃない？おお。消える。カタッて、カタッて落としてそう。ドアノブ触ったから。え？マジで？ええー、そう。普通に。ホラーナイト。久しぶり。今回はですね、温めに温めてきました薬師堂のマキ。までランクあって、ここで、俺今ここで、ここにクモの巣ある。あ、めっちゃ耳鳴りする。あ、ほんとだ。わかるでしょ。え、待って、待ってカメラがさ、データを修復。なんかなかったよ、まだ。え、うわ、あ、やばい、足音しちゃって、今バキッツで、俺は最後、あの帰り際にめちゃくちゃ誰かが追いかけてくるような、食ったらちゃんとした時に一組、なんか先にいた心霊スポット行ってるなんか若い人たちがいたんですけど、うん、池の入り口のとこに人が立ってるから行かない方がいいですって、ずっと止められて、ね、考えてみればそのエリアからの映像がない。あのたつきが怯えてましたから。そう、いやー、声やばかったもん。めっちゃ聞こえたもんな。でもこんな入ってて当たり前っていうぐらい声聞こえてたよね。思ったかもしれませんね。動画で僕たちが気づけなかった部分ですね。はい、まあ、そちら大量に入っていますので、そちら見ていきたいと思います。はい、10個から11個入っています。多いなー。多い。前編です。たどり着くのも困難、ネットにも載ってない強度 SS 級の心霊スポットがヤバすぎるという。はい、はい、ここ SS だったそれな、それじゃない。 SS だろこれは。いや、じゃあ後に行くじゃないですか、ハイソン。はいはいはい、ハイソンに行くっていうのを俺は決めてたから、うん、まあそこが絶対 SSS だろうなと思って SS にしたんですけど、実際は SSS です。そうだね、そうだね。そのレベルやばいでしょ。もう下手めたら S5 個ぐらいある。48秒らへんに顔が映ります。いきなり顔かい出張ホラーナイト。え、ガッツリじゃない？おー、消える。なんで出張ホラーナイト。やめろお前。やってきました。反射だったら消えないから、うん、顔だけ見たら恭平っぽいんだけど、恭平口が笑ってるから割とマジでヤバいやつかも。恭平に乗り移ってるって言い方だったら超怖くない？なるほど。この時は恭平と俺がヤバかったんだよ。そうそうだね、そうだね。本当に続いて4分1秒オーブですね。やば、うわ、黒っ。つけるよ、つけるよ、怖いから。うん、つけるつける。うわ、つける瞬間怖い、つける瞬間怖い、つける瞬間怖い。あー怖い。つける瞬間怖い、つける瞬間怖い。あー怖い。ずーって右上に通った、ね、動いてるようなやつ。これはね、何かでしょう。何か、はい、これいいのよ、そういう処理で。そう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 、そういうレベルじゃないんで、マキ、この動画、はい、5分30秒、赤ちゃんのような声が入ります。絶対やばい。え、こんな距離でさ、普通クモの巣当たる？クモの巣さ、ないここに。ここクモの巣さ、ないここに。ないここに。うわこれやばいよね。うわー、いやー、もうすっごい声したな。こんなの編集で気づかないわけない。ない。うわー、えぐ、これなんか問いかけてる。なんか、え、てか、あとバイク音みたいな聞こえね。バイク音、ブーブーっとは聞こえるね。え、こんな距離でさ、普通クモの巣当たる？クモの巣さ、ないここに。ここ、何の音これ？霊です。霊です霊です。あれ、今日軽いな。幽霊です。マキ、怖いのよ。いや、本当怖かったからね。あと最近現象起きすぎてるんですよ。はいはい、やばいな。ドア、そう、最近のホラーナイト見てる方はよくわかると思うんですけど、都市伝説とか、普通の企画でも入ってるんだよね。最近よう混じるよね。ドアらへんがやばいんで、怖いムードにするのが怖いんですよ。続いて6分1秒、毛みたいのが。結構人差し、一筋縄ではたどり着かないような道らしくて。顔に見える。顔、あー細長いね、顔みたいな。うわ、すごい人に見えるね。確かに、なんか落ち武者みたいな。ほんとだ、ほんとだ。あー、目、鼻、口、やっば、まあ、浮遊霊ですね。うん、簡単だなそう思った俺もやめよ、ふざけすぎかもしれない。なんかちゃんと、いや、なんかよ、悪いよ、やべえことだ。怒る、怒る、ちゃんと良くないこと起きてるから、過去にも100% 来てる気がするけどね、なんかこうふざけてた時。ほんとにね。6分37、バイクみたいな音がする。え、うわ、めっちゃ耳鳴りする。そうでしょ。ガチ。あ、ほんとだ。わかるでしょ、やばい。うわ、やめてよ。もはやうめき声説あるけどね。
あ、気づいてる時にこれならない、うん、さっき俺らクモの巣でさ気づいてこうなって確かになんか霊に反応してる時にそうだね。まあでもその一個手前ぐらいでなんかうめき声っぽいの入ってんだよな。めっちゃ耳鳴りする。そうでしょ。ガチ。ほんとだ。わかるでしょ。うわやめてよ、うん、大気になりでしょ、うん、うわちょっと、あーちょっと、みたいな感じ。キレ5、なんでもよけれる、あれだって。キレ5よ。続いて後編、オカルト界の禁断、薬師堂の巻でメンバーがヤバすぎる事態。もうこれですよ。いや、こがね、これがヤバいんだよね。メンバーの映像ですよ、こっからが。カメラ止まってね。怖い。あ、そうだね、カメラ止まったのかないからね。そうだ、そうだ、そうだ、データしか持ち入れたんだ。そう竹やぶ超怖かったよね。猫は入ってきて、やばい、ほんとに。あれやばかったよね。あそこ、なんか注意書きに見えたもん。もうこっから先はなんかどうなっても知りませんよっていう忠告に感じたもん。ね、なんか自己責任ですから。雰囲気がもうそれだった。そう、もう正解感あったもん、ね、もうあなたのせいですからねみたいな。これ以上おかしくなったら、うん、今勝ちってたね。だね。さっきから言ってたよね。勝ちって全然緊張から。三分八秒ですね。はい。看板の上に髪の毛。あ、いけるよ。これがこの。おお白いやつ。あーもうすげえぞっとした。うわーすげえぞっとした。ローバのそれ白髪みたいな。そうだね。いやこれほんと映像ね、残ってたらもっとヤバい映像だ。そう消えちゃったからね。いやでもここもう一回行けって言われてもちょっとやだわ。いやだ、ちょっと行きたい。ここは俺行きたいな。謎を解明したい。あー確かに、もう一回同じみたいに行ったらもう切れるのかみたいな。続いて10分22ですね。ターボの横で何か通る。こちらのメールアドレスまでよろしくお願いいたします。お願いします。おおうわぁ、何今の。右上鳥肌立った。右上何かチラッて覗いたの。え、何今の。真っ白。何これ真っ白。えぇ、違う。え、ひどやばかったよな今。なんか落とした。え、そうそう、カタッて、そう、カタッて落としてマジ全然わかんない。ドアノブ触っただろ。え、マジ。そう普通になんで。もっとね、人差し指でポンってやるぐらい。こんなもん。そんな感じ、そんな感じ。それそれだよね。え、トマジャイそれ。まあ、これも何かでしょうね。霊的な何か、霊的な何か。はい、なんか4秒後ぐらいに舌打ちみたいな音聞こえます。舌打ち。皆さん、もうどぞっこはもう復活させますから。そうだね、待望のね。でっかっ。でかっ。でかすぎる。でも映ってないのはタツキだけだから、タツキしか可能性はないけど。うわ、めっちゃドンっていった。え、え、奥こっち多分2階のドアだぜ、今。えぇ、いや、ちょっと怖い。じゃあ上の方でドンっつって今。え、これから降りてくる。もうやめよ、やめよ。怖いこちらの。まあね、灰色の男の人がいますからね、ここに。今日なんもない。11分13、オーブみたいな。お前ガチでやばい。こいつ俺一瞬びっくりしたもん。こいつも顔やばい、見て、うん、なんかやばい。やばい、え、なんか光った。光った。光った。びっくりしたもん。こいつも顔やばい、見て。あれガチでやばい。あれ、その前のやつ一瞬びっくりしたもん。こいつも顔やばい。あれ、えぇ、やばい、怖い。やばい、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 やばい。待って。ここにね、なんか白い丸の光がね、もう誰でも分かるぐらいめっちゃはっきりとしたものが、うん、さってね、消えたというか。それが見えたから俺らはこれもかみたいな話したじゃん。うん、いや、もう一個手前にももう一個あるみたいなこと言ってたんですけど、見直し等もないんですよ、その光が。やばいよね。お前、ガチでやばい、こいつ。俺、一瞬びっくりしちゃってる。こいつもここやばい。もうローブ出る前だから。うわっ、あ、いいんだね。うわ、今の全員上向いた。今のはそうだった。え、聞こえたっしょ。え、何、わかんない。もう一回乗ったっしょ。え、わかんない。なんでやねん。え、そんなでかかったの。なんでやねん。全然わかんない。いや、ツッコミ入れていいんだ。全然聞こえないレベルで聞こえたぜ。それでは、本日最後ですね。はい。11分43秒。薬師堂の巻。帰りましょう。うわうわやばい痛くねー。これ痛くねー。早っ。ゼロまで一瞬じゃん。
ナイトショットとか色おかしいし、ね、そうだよね、うん、こんな色入るわけないよ、ね、いや間違いないよ、いやマジで間違いない、ナイトショットはもう緑しか入らないですから、うん、カメラ的に、ちなここに顔っぽいのあるよ、本当だ、遠くから見てよくわかる、あー本当だ本当だ、見える見える、目、目、鼻、口、あーちょっと、ちょっと、あー見える、顔っぽい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 、俺さすごい現象だな、こう口に見えんだけど細い、言われたら確かにそう見えない、細い口、あーこれはちょっと俺らだと理解しかねる、ちょっとわからないですか、霊感のある人とかから、うん、コメントもらいたいね、俺なんか顔っていう顔、ちょっと早めに止めたね、これ、うん、なんか顔っぽくなったぞ、やばくね、顔じゃねこれ、いやもう顔目、助けてたやつ、目、鼻、口、助けての口の部分とか歯ね、え歯、え、あーほんとだ、ほんとだ、結構、うわー、これ顔だ、このシーンは顔だ、うわー、あーやばい、すいません、こっちの方がすごい、ちょっと熱くなってきたぞ、顔に見えてきたから、そうなると全て説明がつく、うん、髪の毛もある、うん、うん、あガッパみたいな、うん、うん、でも顔がボッボって、うわ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 、やばくない、めっちゃむき出してる、だからちゃんと笑ってたんだよさっき、いやもうやばくない、なんでそんな映る、がっつりすぎる、うん、遠くても分かる、うん、そもそもこれの映像撮ったのもちょっと変じゃ変じゃ、帰りにちょっと撮っときましょうって言ったじゃん、そう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 、で一番最後にね、なんかおびき寄せられてるというか、確かに帰りましょうって言って、ほんと多分もうカメラ切るとこだよね、うん、帰りましょうって言ってるから、うん、あ確かに、カメラ切る直前でもう出てきたんだもん、あこれさ、これどこにあったっけ、この看板、入り口、入り口らへんの、たったの細い道の、あの竹の田んぼ、田んぼんと、だよね、だよね、あの時さ、俺らの前にいたじゃん、うん、あの人がさ、あそこに一人、なんか誰か立ってるって言ったら覚えてない、あやばい、あ、やべえかもな、それ、怖かった、怖かめっちゃ怖かった、多分入り口らへんと、あと奥のその竹やぶの入り口らへんとか、あそこに人立ってますよって言ってきたじゃん、それが、やばいやばい、それが俺らと一緒に帰ってきて、あ、やばいやばいやばい、看板で分かる、ついてきちゃったのかな、えよ、ついてきて、絶対そうだと思ったもんね、だっけ、俺か、さ、お前がさ、ついてきてる感覚するみたいな、あ、恭平言ってた、俺だ、俺言ってた、そういえばお前についてきたんじゃん、いやでも、この頃はお前なんかおかしかった、そう、おかしかった、確かに確かに確かに、まあでも恭平はまあ年明けてお祓い行ったんで、うん、いましたね、今はいないと、いないかもしれないですけど、うん、信じたいけどね、ということで、はいはい、ヤッチ殿が聞き特集ホラーナイト以上にて終わりになります、はい、はい、やっぱりすごかったね、やばい事実に気づいた時にはもうふざけれなくなってましたね、はい、いや、ほんとよ、相変わらず疲れるな、疲れる、ね、やばい、でもここってさ、声しか俺ら聞こえなかったじゃん、うんうんうん、あ、うん、女の声が、マジ今、えみたいな、声優やばいな、まあ、相変わらず、え、電話の音しない、なに電話、え、こっち見るかと思ってない、はい、ピロ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 って言ってない、いや、全然、え、するって、絶対するって。まあ、無事終わりましたので、怖いんで、頑張ってるんで、赤いボタンの方ですね、下にありますので、チャンネル登録っていうボタンがありますのでね、最近、すごい皆さん押してくれて、はい、1日2000人とか押してくれてみたいなんで、はい、ありがとうございます。もう、本当にありがたいんでね、はい、まだ押してない方、この勢いに乗って押していきましょう。押していきましょう。お願いします。押しましょう。こういうなんでスッと言わないの。またしたてもね。ええー、ちょっとやばいな。やばいね今日ね。締めようとするたんび本当に締めさせないみたいな。もう締めます。2月ね、大輝と共演の誕生祭バーイベントありますので、はいはい、皆さんそちら概要欄、コメント欄からチェックしてぜひ来てください、お願いします、それではチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、次のホラーナイトでお会いしましょう、バイビーバイビー、さあもう終わろう、それ意味コアのやつ、それ意味コア、もう混同しちゃダメよ。つける瞬間怖い、つける瞬間怖い、クモスさん、ないこれ。あ、いけるよ。これがこの、シジュの巻き、看板です。
Boom.